近隣フットボールだーよーうりゃはい、ちょうど今回ね、本当はさ、ほらもう今シーズンはもうリーグ戦だけにしようやっていうことでね、ルヴァンも天皇杯も撮影はしてこなかったんですけど、はいはい、まあちょっとありがたいことにね、ツイッターとかまあね、現地のね、スタジアムでもそうだったんやけど、動画楽しみしとくばいって言ってくれるね、サポーターさんの声もあったんで、それと何よりもよ、何よりも、やっぱ昨日の勝利の興奮がさ、まだね、はい、冷めんけんね、もう取っちゃおうということで、はい、まあちょっと急遽お呼び立てしましたけど、申し訳ございません。やっちゅうことでよ、昨日の、天皇杯3回戦アビスパ福岡戦九州ダービーどうでしたか皆さん。いやーね、僕からちょっと少しまあ本当ね、昨日まあちょっとね、幸い生観戦できた、まあもちろん当たり前なんですけど、福岡はたくさんの外国籍選手がねいる中で、本当にこうフィジカルの強い選手に対してですよ、どんどんこう立ち向かっていった、本当にこうダービーらしいいい試合だったなと、まあ、ちょっと荒れちゃったところもありましたけど、まあ、あれはもう戦う姿勢をね、お互いに見せ合ったところもあるので、まあ、そこはね、もうあれはまあダービーの一つとしてですね、まあ、それが昨日勝ててよかった、ゴールを誰か決めたかは次の人が多分言ってくれるはずなんでちょっと僕からは言いません。よかったです、ありがとうございます。ありがとうございます。最初は見れたと？いやもうずっと速報だけ追ってました。コメントみたいな。ああ、そっか、はい。あんないい試合を見れんやったって、かわいそうに。いや、本当ですよ、もう。ねえ。興奮したね。ロスタイムになるまでほら、全然状況わからんわけやん。文字だけで、はい。いや、もうドキ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 してましたよ。ねえ、決まった時で一瞬、うわーっと思わんかった。この時間かよみたいな。いやー、まあでもそういうもんだろうなと思って。なるほどね。あー、はい、そっか。ねえ、いきなり、誰が決め、いきなり当たりが出たみたいな感じよね。うん、そう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 ってね、うわ当たったみたいなさ、うんうん、ねえ、ほんと中継ないけどそんな感じやったろうと思う。じゃあ You are stand だどうぞんなら、ま、もう待ちきれんかい。待ちきれんったよ。ほんとさっと昨日のゴールは良かったね。良かったよ、そりゃそりゃ良かったよ。樋口優太選手おめでとう、ありがとう。俺たちが爆発するけんね。いつもはね、いつもはいつもの席で見よるっちゃけど、ちょっと手の範囲ちょっとほんとじっくり見たいなと思いながら、違う席で見よるっちゃ最近はね、うん、ここ2試合、うん、天皇杯、うん、まあまあ言うたら伊垣のお隣さんでそうお世話になりながら、そう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 、うん、そうそうそう、それでさ、まあまあ試合じっくり見ながら、前半ね、さっきまで言ったような、まあいい試合しながら、チャンスもいっぱいありながらやったけど、まあ、試合、なんかな、最後、後半45分、1時間間に、あれ、アディショナルってなっとったぞ。いやなんかちょうど、僕なんか上からの映像をその後ツイッターで見たんですよ。ちょうどシュート打つぐらいの瞬間にアディショナルタイムの表示が出てます。あれ、出とったったよね。はい、ちょうどだから、6分って出て。何分出とったのあれ。6分ってなってましたよ。6分もあったったよ。はい。ね、イゴキンとなかなかアディショナル出らんな。これはもう延長入る場合とか言いながら。ね、もう、アビスパさんもなんか外人選手パン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 入れてきて、これは大変なことになるねって言った矢先に取ったのはやっぱ、ユータ選手。ねえ、いやー、ほんと。そしてその後、もうまだ本当に気づくなんやったっけね、うん、アディショナル何分なっとるって。で、そのね、その2、3分後ぐらいとかな、なんかもうベンチからわーわーレフェリーとか言いながら、もうコーチたちがこう時計指さすもんやんけ、それいつの間にあっとったとか思いながらさ、ピピーなったらもうドカーン大喜びを。
ねえ、もう、そらもう昨日は興奮しましたよ。ありがとうございました。ねえ、ね、はい、興奮した。はい。やっぱダービーのね、勝利がね、こんなに嬉しいとはね。本当に嬉しかった。そうだ。やっぱね、特別、まあ、特別なね、うん、まあ、思いもね、ある試合ですし、ね、何せ今年2敗をしてるすでに相手ですから、ね、うん、やっぱね、まあ、負けられないっていうのはもう口では簡単に言えるけど本当に負けられないかった相手なんで、うんうん、まあ、本当にこう、まあ、まだ1チーム食いただけですからね、あと本当の勝負は9月に、ね、ある敵地でのリーグ戦がもう本当、ね、勝負どころなんで、そこで勝たないと、ね、いけないんで、まあ、そこで勝てればいいですね、うん、はい、そうね、うん、まあでもカップ戦やけんね、負けたら終わりっちゅう状況やけんね、このガチンコ勝負やんね、まあやっぱ嬉しさが特別はあるよね、一発勝負だね、一発勝負よね、まあでもよ、でもよ、まあ一試合通して見てよ、やっぱね、あれだけボール支配してさ、はい、言ってんじゃ物足りんよね、物足りんね、うん、やっぱもうあれは正直言ってよ、アビスパサポーター怒るかもしれんけど 5-0 ぐらいの試合で一丁おかしくなかったけんね正直言って、言っちゃった、うん、本当や、いやだって、ダンスいっぱいあったね、いやもうだって明らかに数字で出るやろ、あれボールポゼッションとかかかったらもうあっとでこっちゃったろうしね、本当、まあやっぱりこう、うん、しっかりね中を締めてきてましたよね、で前線もなかなか追ってこなかったりし、本当にやっぱりしっかり、うん、まあ突がほらね、今年苦労してるチームはやっぱりああいう形を取ってくるチームじゃないですか、うんうん、まあもうもちろんね、あのポジション狙ってると思いますし、まあ、うん、だと思うんですけど、まあ、やっぱほとんどねこうボールは我々が支配してたところはありましたんでね、うん、やっぱね、あそこで点数取っていかんと今後のね上位戦、うん、上位に食いついていくためにはやっぱ、うんうん、厳しくなってくるけんね、うん、そうですね、本当に樋口君のシュートの周りもたくさんね、うん、シュートのチャンスがあったけど、そうそう、なんかパスをしたり安全の方に、まあもちろんね気持ち的に行きたい気持ちは分かるんですけど、うん、打ってほしいなっていうシーンはあと2つ3つあったけんですね、そう、うん、まあ、簡単に言うなよって、そう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 、もう本当そうなんよお前打ってみろって言われるかもしれないけど、まさにその通りなんやけども、やっぱね、やっぱあれだけボール持てたならね、してゴール前であれだけチャンスあったなら、やっぱ決めていかんとね、え、下手すりゃあの言うたのゴールがなかったらさ、逆になった可能性だってあるわけやん、そういうチャンス生かしとかんとさ、アビスパもね、アビスパでそのやっぱほらカウンターサッカーやったかもしれんけど、ゴール前にね迫るシーンとかもあったわけやん、はい、ね、ありますよ、一丁転んだら向こうがねポロッと入れとったみたいなのもあるやん、あった、ありました、やっぱそこはね、やっぱ決めれるときにね、今後決めていくっていうところ、まあもちろんもう明治さんがね修正してくると思うけどさ、うん、やっぱあれだけボール持てたら確実に前半1点は入れるとか、そんな風な試合になっていくともっとね楽に運べるんかなとは思ったね、ね、うん、まあでも何しても買ってくれたけんいいっちゃけどね、一生懸命頑張ってくれたけんさ、うん、そうそう、贅沢言うちゃいかんとかもしれんけど、あれだけ支配するトスを見たけん、なんかちょっとねもっと取れるんじゃねえっていう期待があるよっていうところです、はい、そうですね、うん、でもいい試合やった、本当にいい試合やった、ね、なんか興奮した、うん、あれぞ本当福岡との対戦だなって、まああらかじめね、本当、うん、5年ぶりですよね、まあ、うん、ありましたけどね、本当こうやっぱ魂が揺さぶられるというか、あの、ね、あのねユニフォームとあのエンブレムを見るとやっぱこう魂に火がつくっていうか、うん、はい、まあなんかね執着しすぎてるのかもしれませんけど、まあでもやっぱりね我々が常にね、踏み台にされてきたチームなんで、やっぱね、これからね、まあ、さらに我々が安定するためには、福岡には常にやっぱ勝っていかないとですね、はい。そうですね。うん、ね、我々のやっぱ地位っていうものをしっかりね、とどめとかないといけないので、はい。ね、またこういうこと言うと怒られるかもしれんけどさ、このダービーがね、はい、毎年行われるようにさ、アビスワリーもね、はい、ぜひね、まあまあ残留するやろうと今年は思うけど、うん、間違いない、うん、落っこちないでほしいなと個人的には思うかな、こういういい試合をね、はい、うん、あの変なのはいらんよ、変なのはいらんけど、こういういい試合でサポーター同士も熱くね、
なれる。本当ね。これはもう、アビスパ、サガン鳥栖のカードでしか起きないことやろうと思うけんさ。そうですね。うん、これぞダービーよね、やっぱね。そうそうそう。やっぱそういうところはね、毎年あると俺は楽しいかなとは思う。まあでも、鳥栖が順位は上で。っていうね。はい。でも毎年、有吉たちは大変やったよ。あ、そうね。大変やったよ。まあ、当然その頃は鳥栖の方が分が悪いんで、まあ、たくさん負けましたけど。いや、まあまあ、確かにすごくこう、ね、でも毎年、前 J2 の頃ってね、4回対戦が毎日あってたんで、その頃はもうね、まあ、なんで年に4回もしない感じだろうかって、まあ今年は5回ですけど、まあ、いや、ほんと疲れますよ。もう、福岡との対戦の前後はほんと疲れる。はい、まあね、まあでもね、うん、選手もサポーターもフェアプレーでね、1年に何回かのお祭りみたいな感じで楽しめたら一番いいっちゃろうなとは思うけどね。そうですね、うん、もうね、うん、そうですね、うん、いいプレー見て楽しむスポーツやけさ、はい、さあどこと対戦しても一緒やけ、はい、うん、そうなんですよね、不思議なね、なんか力が湧くんですよね。そうです、まあ、そこら辺もね、時が経てば変わっていけばいいのかなと俺個人的には思うけどね。そうですね。そんな、いがみ合う必要もなかろうし。不思議ですね、嫌な。大人やね。どう考えてもそうなんですけどね。そうよ、そうよ、そうよ。そうよ。やっぱ、サッカーやっとった人間からすればさ、俺はそう思うよ。うん、サッカー楽しまんと、損するよ。ほんと。はい。まあ、そういうことで、まあ、はい、これで勝ったから、ベスト16かな。16ですね、うん、はい、次も勝ってベスト8行って、ベスト4、そして決勝、はい、新国立よ、トントントンと行ってほしいね、はい、いやー初タイトル、うん、はい、じゃあちょっと天皇杯をますます楽しみやなっちゅうことで、はい、またエキスタに試合あるときはちょっと天皇杯も撮影していきましょう。はい、はい、そうですね、はい、そしたらね、まあちょっと本来はね、スタジアムで動画撮ってればよかったけど、まあ、撮ってないんでこんな形になっちゃったんやけど、まあ、いつものくだりで。あ、トスピックス何か皆さんございますか、はい、まあ、あるよね、そりゃ。まあ、今週中はもうちょっと、どえらいの来たけどさ、まあ、ちょろっとね、はい、前回のでも話したけど、やっぱりか、みたいな情報がありましたよね。はい、はい、もう、みんな泣いとるわ。泣きましたよ、もう本当インスタライブ見てもう泣きましたねえ、はい、まあ本当トスの象徴とも言える選手が完全移籍で栃木の方に行かれるということで、はい、今日入団会見もしたみたいですね、栃木の方ね、背番号は31番と、そうそう、うん、31番だった、そうです ね、ああもうちょっと31番の下りまで言っていい、ほんなら。いいよ、言ってどうぞ。どうぞどうぞどうぞ。31番を選んだ理由が、うん、3人の子供たちと1人の妻をしっかり背負ってっていう意味らしいよ。なるほど。うん。知っとったけど。さすが。男だよね。知っとった男やね。男だよね。らしいよね。らしいね、ほんと。らしい。いや、ほんと活躍してほしいじゃね。いや、そうそう。その2点目がもう100ゴール、ね、J1100 ゴールじゃなくても、やっぱそこはお祝いしてやりたいね、ほんとに。いやー、気持ちの中でも。はい。僕はそう考えるとね、僕らずっと最近までね、J1 の100ゴールって言ってましたけど、J2 でも結構な点数打ちですね。そうなんですよ。人たちも得点王だったし、合計数も本当にね、何点取ってるのっていうぐらい。まあね、韓国でも、ね、点はもしかしたら取ってるかもしれないしですね。決めてますね、はい。ね、通算でね、本当現役で何ゴール決めたか。まあ、我々としてはちょっと想像はしたくないかもしれないですけど、でもやっぱりもしかすると、去年、来年、もしくは再来年ぐらい、我々の対戦相手としてですね、豊田選手が、J1のステージで戦ってる可能性も十分にあるのかなと。うん、ああ、そうやね。ね、もちろん、突然ね、っていう、横山さん、ただ、
豊田選手のね、あの決意を見ると簡単にね、そこでじゃあもう一回100ゴールをっていうわけにはやっぱりいかないんで、はい、確かに、ね、我々の選手として、はい、対戦することももしかしたらあるのかなと、はい、そうね、うんうん、でもなんかほらやっぱ移籍する選手はしょうがないっていうね感覚はもちろんあるっちゃけど、はい、けど豊田洋平に関してだけはさやっぱ鳥栖のものっていう感覚がまだ抜けきらんちゃんね俺、そうね、そうよね、そうよね、それはね、はい、他のチームのユニフォーム着てプレーする姿が全くイメージがつかんね、うん、まあ、実際そうなるっちゃけどさ、うん、実際そうなるっちゃけど、うん、いやーなんか嘘、まだなんか夢の中みたいな感じ、嘘やろみたいな、うん、まあそれぐらいね、ぼんやりしたまんまのね、なんかね、うん、まあそれぐらい長く鳥栖でね、いろんなことをね背負ってきた男やけさ、そうだね、なんか思い入れは他の選手よりすごくあるのかなとは思うかな、うん、12年おられたんですかね、うん、ほんとそう12年ね、うん、もう入団ねした時がまあねちょっと昨日のような感じやってね、キム・ミル選手とかと同期で、はい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 、あーですね、ね、いきなり怪我してからあの松本一郎さんからめっちゃ怒られてからうん、ね、最初は俺にボールをよこせって言ってたけどね、それを自分からプレースタイルを書いてもらえるような選手にまでなって、うん、ね、もういつでかもう豊田にボールを預けろという、ね、感じになってね、本当、ちょっとねワールドカップにね選ばれそうな時もありましたけど、落選したりね、あの唯一北京五輪ですかね決めた時もね予選敗退とか、まあなかなかちょっと代表ではね運はなかったですけど、はい、ね、本当我々にとっては本当もういつもいた、いつもそばにいた選手なんで、そう、なんか寂しさはありますね、そうだよ、生の声でねサポーターに挨拶もなく行っちゃったけんさ、ね、どうしようもないって、じゃあ夏場の遺跡はこれがあるけんですね、どうしても、ね、はい、まあ仕方ない世界なんやろうけど、なんか辛いね、はい、いや、うん、本当その辛いっていう言葉よね、やっぱね、うん、うん、なんかこうまだなんかこうなんか納得できん、納得できんって言ったらなんかおかしいかな、何かこう、まあ、嘘であってほしいっていうかね、そう、受け入れきれないっていうのが ね、まだこう、うん、そういう気持ちやね、ずっとね、それはあるよね、まあ、もう近々また栃木のね試合があった時に出てくるわけやろ、 そうよ、その姿見た時に初めてやっぱこう現実に、が出てくるんかなっていうのやろうね、と思いながらね、もう直近でさ、北九州、長崎と両方試合があるっちゃんね、はいはい、栃木って。へぇ、俺行ったろかなと思ったよ。ほう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 。いやー、本当に行きたいですけどね。ねえ。ちょっと日程が合えば、はい、うん、鳥栖の試合と被ってないみたいやし、はい、行こうかなーとは思うよ、うん。行けたら行きたいなーって思ってる。うん。そうね。ただね。ね、うん、そう。どうなんやろうと。見て辛いだけなのか、うん、どうなんやろと。いや、応援するでしょ。そうよね。だって多分サッカーめっちゃ楽しそうにすると思いますよ。そうね。サッカー小僧ですもん。まあね、あの小僧って言ったら失礼かもしれないですけど、もうサッカーが好きで、サッカーが好きでもうしょうがないっていう感じでしょ。そう、だから体がね、本当に元気で動く間はしたいと、プレーを。うん、まあ、いろいろ思いもあるやろうけど、ぜひ応援してくれってね、本人もおっしゃってましたから、ね。そうですね。まあもう、これはもう、はい。まあ仕方がなくはないけど、うん、ね、もう前進ですよ。はい。そうですね。うん。まあでももうこうなった以上はもう、豊田選手のね、活躍に、期待しましょう。うん、そうですね、はい。はい。たくさんゴール取るシーンを我々に見せてほしいなと思います。はい。はい。ということで、ちょっとしんみりしちゃったんで、話題を変えましょうか。はいはい、まあちょっともう最後、まあ昨日ね、アビスパ戦、
天皇杯3回戦のアビスパ戦に行ったんですけど、はいはい、昨日だけかな、スタジアムで、まあ、毎年、はい、去年もあった、灯籠提灯、はい。提灯、あ、提灯か、はいはい、ごめんごめん。提、う、灯、ん、ね、販売されてました。で、ちょっとそっちの方、はいはい、我々今年もやろうということで、銀鱗フットボールで1個買わせていただいたんで、そちらの映像がありますんで、はい、どうぞ。買っちゃいました。今日発売でーす。ありゃ。買っちゃいました。それは？あ、まさかの今日の決勝ゴールを決めた。そうですそうです。タオル型の、タオルでね、ユニフォーム型のタオル出ましたんで。今日決めた時どげんあったですか？たまらなかったです。たまらなかったですか？ちびれましたよ。よかったねー。本当。変なもんいっぱい出ましたよ。ね、いや本当。ドヤーって言っちゃいかんのに。サガモンの魂見ましたね。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。今日はゆっくり寝てください、樋口さん。よし。これが提灯です。あ、ちょっとね、栃木に行っちゃいましたけど、豊田選手も出してます。ヨンさんのサイン。あ、ヨンギさんのサインがありますね。ぜひ皆さん、もう一つどうでしょうか。よろしくお願いします。今年もね、提灯買いますよ。マジっすか。はい。じゃあ10個。いや、それは無理やね。あ、それは無理。それは殺される。銀鱗フットボールから、はい、ちょっと一丁チンいっとこうか。あ、了解です。分かりました。はい。はい、じゃあちょっと買わせていただきます。あ、お願いします。はい、皆さんもネットでまだ買えるんよね。まだ残ってる、だいぶ。だいぶ残ってるそうです。はい。皆さんネットでバンバン購入して。いやいや、うん、買いましょうよ、提灯、はい。了解です。皆さん買いましょう。東京線よね、飾られる。そうですそうです。東京線にずらっと並べようや。そうですね。はい。終わりましょう。サゴントゥース。トゥース。はい。で、提灯こうやって買ってきました。楽しみやね。並ぶのが。楽しみです、ね。うん。去年もね、はい、ちょっとワクワクして見に行って、あ、ここにあるんかいみたいな感じやったやん。あれ探すのも楽しかったよね。楽しかった、楽しかった。ですね。うん、結構な数ね、提灯探っとったけんさ。そうたい、そうたい。どこにあるんやろうと思いながら。うん、そう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 。うん。あれ、サインは誰やったっけな、サイン。ね、大畑選手やった。大畑選手やったっけ。そう、うん。誰が来るかわからんけんね。うん、これまた楽しみでした。本当ですね。ねえ、すいません、大畑選手パクってしまって、今年のは誰がもらえますか。またちょっとゆっくり話し合いましょうかね。うん、はい。去年大畑選手サインもらって、今年結構大畑選手大活躍してもらって。そうよそうよ。ね、うん、もしよかったらこの動画、選手の方がもし見られてる方いらっしゃいましたら、銀鱗フットボール提灯見つけたらぜひサインお願いしますと。よろしくお願いします。よろしく。来年のブレイク間違いなしとか言って、怒られるわ。本当よ、ぜひともお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、じゃあ次はホーム戦になるのかな。そうですね、はい、17、はい、名古屋か、名古屋戦。わあ、また強敵やね。強かばい。まあでも勝っとるけ。そうそうそう、またスカッと勝ってもらいましょうよ、ホームやし。まあ、はい、そうよ、ね、はい、林選手はいないけど、まあ向こうもね、相馬選手がいなかったりしますから。そうですね、はい、うん、まあシーズンダブル食らうわけにはいかんけん、死に物狂いで来るやろうけど、はいはいはい、はい、我々もしっかり準備して、はい、しっかり勝ち点3もらいましょう。はい、はい、よっしゃ。じゃあ次の名古屋グランパス戦絶対勝つぜ、サガーン。トゥーフーイ。じゃあねー、お疲れ様でした。お疲れ様でーす。ちょっと待ってもらっていいですか。どうした。いや、今ちょっと、まあ、話しながらオンラインショップのページ開いてたんですけど、うん、どうやら応援提灯ですね、うん、オンラインショップの受付は7月2日から7月7日までってことで、
あれもう終わっちゃってるみたいなんですよね。おい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 、マジで、おいマジか。いやすみません、俺まだずっとあると思った。昨日までな。あ、そうね。あら、じゃあみんな、いや、大半ないな。大半だ、売れとるやろ全部ね。いや、売れとるですよ。あれ、数も限定で何個って決まっとうわけ。300限定で。あ、限定、はい、じゃあ、で終わったっていうこと。え、じゃあもうページ開けんと、うん、あ、もうページ、オンラインショップのページはもうないです。おいおいおい、あら、じゃあ売れたっちことやろ。なんそシーンって、売れとる売れとるだやった。いや、昨日福岡社長にみんなに聞いたじゃないですか。聞いた売れてないよって。売れてない。正直やな。そんじゃ買うたい中てこうたっちゃけんね。ちょっと待って、ちょうちんはって言ったら、ちょっと待って、おー、ちょうちんちょうちんみたいな。そうそう、社長がさ、おー、ちょうちんちょうちん来たぞって言ったもんね。そっか。いや、もうほら、ちょうちんはもう終わったっていうことで、違うグッズでも皆さん買ってそうね、そうね、また新しいグッズも出るやろし。でもしね、ちょうちんまだいっぱい余っとなら、お医者さんまた再販出してください。きっと、きっと買ってくれるよ。ね。はい。うん。はい。オッケー。じゃあ、そういうことで。はい。はい。すいません。ちょうちんは、今のところ、販売終わってるそうです。申し訳ございません。ごめんなさい。ごめんなさい。勉強不足でした。はい。じゃあ、そういうことで、また、名古屋線でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。